さあ、ということでですね、今日2本目の動画でございます。まだチャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録しておいてください。ということでですね、農地法の問題どんどん出していきますので、ここでもとにかく農地法は得意分野にして1点取るんだっていうふうにですね、思っていただければと思います。ということで早速いってみましょう。1、農地を相続した場合、その相続人は法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、地帯なく都道府県知事にその旨を届け出なければならない。さあ、どうでしょうか。はい、相続のケースでございます。いきますよ。答えは、×です。これはですね、相続や遺産分割で農地を取得する場合については、農地法3条許可は不要で、地帯なく農業委員会に届け出が必要です。これですね、この地帯なく農業委員会に届け出というところまで必ず覚えておいてください。続いていきますよ。2、宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動にかかる法第3条第1項の許可のほか、農地転用にかかる法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。さあ、どうでしょうか。はい。ここもですね、非常に重要でございます。落ち着いて解きましょう。いきますよ。答えは、はい、×です。この場合はですね、5条許可でございます。いいですか。3条許可と4条許可を合わせて許可を取るとか、そういうことじゃありませんので、5条許可ですね、転用目的権利移動ですので、5条許可が必要になるということでございます。続いていきますよ。3、自己の所有する面積4割の農地を農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。さあ、どうでしょうか。はい。いきますよ。大丈夫ですか。はい。知識を思い出しましょう。答えは、×です。まずですね、4R は400平方メートルでございます。これがですね、よく分かってない方いらっしゃいます。たまにですね、4000ですかっていうふうに言う人いるんで、これ本試験では何 R って聞かれる場合もあれば、何平米で聞かれる場合もあります。必ずですね、この換算ができる状態になってないと、知識を知ってても間違えますのでご注意ください。これ R からですね、平方メートルの値に換算する場合はですね、R の値を100倍します。で、2R 未満、つまり200平米未満の農地をそのものの農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設に供する場合であれば、4条許可は不要です。さっきですね、1本目の動画でやったこの例外がですね、これ4条許可にはありますので、これが適用されるという形になるんでございます。なので、この問題だとですね、面積が違うということです。4R だと知事の許可が必要になるということで、×でございます。続いていきますよ。4、自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。さあ、どうでしょうか。これもよく出る問題ですね。大丈夫でしょうか。いきますよ。答えは、はい、×です。これ3条許可は権利移動でございます。権利に該当するのは所有権や地上権、賃借権なんかです。抵当権については該当しませんので、設定する際に3条許可は不要でございます。これですね、過去問でかなり出題されている論点なので、絶対に覚えておいてください。では最後いきますよ。市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、転用後、地帯なく農業委員会に届け出ることで4条許可は不要である。さあ、どうでしょうか。さあ、いきますよ。答えは、×です。これ転用なんで、まず4条許可の問題だってことはいいですよね。その上で、市街化区域内なので、督促により農業委員会の届け出で OK なんですけども、ポイントはですね、あらかじめ届け出が必要という点ですね。これ選択肢では転用後って言ってますので、これだとアウトなんでございます。これはですね、もうよくある引っ掛け問題なので、この要件が当てはまっててもですね、届け出のタイミングなんかで引っ掛けてくることがありますので、もう気を抜かずに最後までですね、丁寧に問題文を読むようにしましょうということでございます。以上でございます。農地法は得点圏なんですけども、思わぬところで足元すくわれる受験生が本当に多いので、普段の問題を解くときから集中していただいて、丁寧に回答するということを、意識してやっていただければと思います。ということで、また明日。